さって時間、穴なし層シャープ縦型洗濯乾燥機。シャープ縦型洗濯乾燥機をお使いのお客様から喜びのご感想を綴った素敵なおはがきをいただきました。すごい綺麗じゃないですか。ちょっとほら見てみてください。私普段石鹸の業務をしているんですけれども、こういったお客様の生の声をいただけるのが一番嬉しいですね。非常に喜んで使っていただいているということで、あの商品企画担当として非常に嬉しく思いました。やっぱり子供に見せてあげたいですね。お父さんが作ったやつでお客さんは喜んでるんだよっていうのを。シャープ社内でもこのおはがきをいろんな方に共有して、すごく社員が元気になった、とても嬉しいおはがきでした。さらに詳しくご感想をお聞きしようと、おはがきをいただいた長野県駒ヶ根市にお住まいの塩沢様のお宅にお邪魔しました。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。お店のお仕事やご家庭の家事にと日々忙しい生活を送っていらっしゃる塩沢様にお話を伺いました。これまでお使いの洗濯機に塩沢様はいろいろご不満があったそうです。洗浄剤を入れて何回そのクリーニングしても結局またしばらくすると黒カビが発生してしまって、白いお洗濯物とかに付着してしまって、それがなかなか取れなくて、それが本当に悩みの種で諦めてました。そんな時に電気店で出会われたのがシャープの縦型洗濯乾燥機でした。中をこう覗いてみましたら、層のところにあの穴がないんですね。こうつるっとしていて、これがシャープだけの穴なし層。シャープでは1992年に穴のない洗濯槽を開発し、洗濯槽の外側に発生するカビが洗濯物に移る問題を一挙に解決し、現在も好評を博しています。しかも穴がないので穴あり槽のように外側にたまる余分な水がなく、洗剤も少なくて済みます。思った以上にすごく節水になっていますね。洗剤の量も本当に少なくて済んでいます。あの脱水してもあまりシワが気になりません。あと布の痛みも少ないような気がします。はい、満足しています。日々のお洗濯が楽しくなったとおっしゃる塩沢様、さらに嬉しいメリットを感じていらっしゃいます。気に入っているのは糸くずフィルターなんですけれども、あの袋状になっているので、あの糸くずを取り出すのもとても楽ですし、フィルター自体がとても清潔に保たれて嬉しいんです。しつこい黒カビや糸くず取りのお悩みをシャープの洗濯機は解決しました。本当に使う人の、毎日洗濯する人の身になって作ってるなっていう感じがして、あの本当いろんなアイデアを出した方が本当にあの生活者だなっていうことを感じました。もし友達で買い替える人がいたらぜひ勧めたいです。